すみません、今日もありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。アベモーターズ、はい、それではシロちゃんですねよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今終わりの車は何に乗られてましたか。はい、今 320D のツーリングです。はい、オーナー様歴は何年ですか。15年ですね。15年。はい、現在のモデル含め過去の BMW 所有歴を教えてください。初めから E の91、 E87、はい、その時は2台所有ですね。2台ですか。ドッジの2台持ちで、はい、でその次に F の31と、その時がやっぱり 2台目があの、はい、F の20の M135i、 この時も2台持ち。そうですね、そこまでは、はい、ここまでは、はい、BM2 台で、その次が、はい、F31 の 後期、はい、後期、はい、LCI ですね、はい、G の21の前期、はい、で今の、はい、G21 の後期、はい、後期、はい、素晴らしいですね1、2、3、4、5、6、7台。そうですね、はい、ありがとうございます。ずっと新車ですか。はい、そうです。ご購入したディーラーを教えてください。はい、天下の阿部阿部 BMW。 ありがとうございます。すいません、なっております。あの、始まった1台目からずっと阿部モーター、ですね、はい、1台目の、はい、91と、はい、あの87は、はい、秋田のディーラーさんで、はいはいはい、じゃあこちらにその後来て、あの、ま、もともとはこっちに住んでて、はいはいはい、あの秋田の友人宅に遊びに行った時に、はい、何の流れかあちらのディーラーさんに連れて行かれる、はいはい、すごい話ですねそうなんです、そうなんです、そうなんです。でその場でじゃあ秋田に旅行遊びに行ってて、はい、そうですね、ディーラーさんでそのままご購入されたってことですか。そうです、そうです。2台とも、あ、あの、そうですね、秋田の友人が車オタクな夫婦で、はい、で BM、 ちょうどその時乗ってた車のパワー不足、はいはい、というんですかね、はい、でちょうどそろそろ乗り換えたいねなんて話をしてるのを、はい、友人夫婦が、はい、まあまあ鍵つけてというか、でそうですね、そのまま行って、はい、その場で、はい、なので、はい、はい、すごい話ですね。はい、購入方法は、はい、現金かローン、はい、ローンというべき、今のは、はい、ちょっとまあ仕事の関係、リース。あ、リース。はい、なるほどなるほど。はい、そういうことは、まあ、どれぐらいの月々のお支払いっていうのは。はい、今のはそうですね、月ぐらいかな。はい。どんどん価格高くなってきてますね。いや、そうなんです、ね。昔に比べると。そうですね。はい、今日のこのあれで、はい、まあ、思い起こしてみると、はい、その最初に買った時の3倍まではいかないですね。月々の払いが2倍以上にはなってるなと思いながら。つくづく思いながら。そうですね。はい。ディーラーの対応にはご満足いただいていますか。はい。ありがとうございます。はい、担当のセールスは、はい、まあ、お名前言っちゃっていいんですか。あ、全然大丈夫です。はい、鈴木さんですね。アザブショールームの鈴木さん。はい。鈴木の対応はいかがですか。あの、とてもよく。はい。うん、うん、私なんかもう、はい、乗るだけで何もね、車のこともわからない中、はい、あのおばちゃんの面倒をよく見てくださってます。はい。ありがとうございます。はい、担当のセールスもしくはサービスについてご満足いただいて、ちょっと重複しちゃうことなんですか。はい。そうですね、はい、あのサービスの方っていうか、はいはい、も含めて、はい、何の不満も、はい、ありがとうございます。よかったです、はい、ご購入時に競合したメーカーはございますか。まあ、最初の、はい、まあ、BMW 乗るきっかけになったのはさっき話した流れなんで、はい、あれなんです、まあ、乗り換えのたびに、はい、基本的にあの悪ガキをするわけですよね。あれに乗ってみよう、これに、で一周回って結局 BM の3になるんですけど、はい、今の 320D、はい、昨年ですよね、うん、その時には BM 3で言うと、はい、340i のツーリングか、うん、まあ、まだその時出るか出ないかだったのか、 M3 のツーリング、あ、はいはいはい、ただあの騒音問題、はい、まあ、ちょっと厳しいかなっていうところと、はい、あと他社で言うと、はい、パナメラのクラ、あの、なんだ、はい、あれは
スポーツシリーズかな、はいはい、うん、ただそのパナメーラに関してはちょっと車がなかったですね、はい、ポルシェのパナメーラと競合したような感じですね、まあ、そうですね、比べるような対象、はい、車格あのカラーと大きさもそうですね、はい、違うんですけども、まあ、一つで全部賄えるのはもしかしてポルシェかなと思ったので、はい、ちなみに今も2台持ちですか。ですね、はい、その今は1台、はい、1台3人そうなんですよ、なので2台持ちだった時の、はい、スポーツ感のある車が1個欲しいな、はい、ただ2台はいろいろと負担もというか精神的に、ね、乗らなきゃとか洗わなきゃとかもあったん で、はいはい、で今の前の G21 の、 あの前期の時からは1台なんですけど、はい、やっぱりちょっと物足りないかな。まあ、その時 BMW を選んだ理由は大きいところとしては、まあ、本当に一周回って結局そこに、はい、まあ、全てマッチしてるんですよね、はいはい、でさっきもちょっと言ったけど、はい、車って所有して終わりじゃないじゃないですか、はい、まあ、乗り慣れてるのと、あとは多分全てにおいて自分 の、はい、パターンに合ってるのと、はい、あとはそのメンテナンスとかも含めて、うん、頼りになるリーダーさんだってことで、はい、使い慣れてるっていうのも、そうですね、体に合うっていう感じですかね。おそらくそうですね、はい、動物的感というか、はい、何か理屈ではなくて、はいはい、そこだと思います。ありがとうございます。現在気になってるモデルはありますか。はい、そう、やっぱり M3 のツーリングと今そこにあったあれですね、はい、440i やっぱ最後に直力に乗りたいんですよね、はい、ちょっとパワフルな感じと、まあ、あとはエンジンの音とか、そうですね、はい、基本的にトルクが大好物で、あ、はいはい、ただ普段乗りしたらきっと今のものよりは疲れたりするのかなと思ってみたり車は日常どのように使ってますか。まあ、毎日の通勤でっていうことと、はい、あとは休みの日は休みの日で出かけたり、はい、買い物行ったり、もう365日乗ってますね、はい、何のために自動車を所有されてますか。現実もで、まあ、実用、はい、生活にはそうですね、必要なっていうことと、はい、あとはやはりおこがましいんですけどね、体の一部といいますか、相棒というか、なくてはならない相棒なので。 EV や水素の自動車ってどう思いますか。はい、はい、時代の流れ的にはこれから先致し方ないのかなと思ってるんですよね、はい、ただなんだかいろいろ調査してみると EV が今若干足踏み状態、頓挫してる、はい、大人の事情はよくわからないんですけども、はい、個人的には、はい、水素をもうちょっと水、うん、国やメーカーが、うん、協力し合って、はい、水素の自動車の普及に努めてもらえたらいいんじゃないかなと思うんですよね、はい、うん、の方が今の内燃機の車と近い状況が、はい、某トヨタの某秋夫社長がね、はい、そうおっしゃってて、そうですね、それにはすごく、はい、爆発させるっていうのを考えると、うんうんうん、水素の方が近いは近いですよね。そうですよね、はい、まあ、ね、社長さんって内燃機が悪いわけではないっていう、まあ、詳しいことよくわからないけど、もうちょっと水素を少し時間かけてでも普及方向に持ってってくれたらいいのかなと思います。そうですね、はい、これからちょっと期待は、まあ、これから X5 がまた水素の自動車のテストをやり始めるので、うん、出してくるんですね、ちょっと期待はできるのかなとは思いますけど、うん、まだちょっと先なんじゃないのかなっていう感じですかね、はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは今こちらがしこちゃんの乗ってる、はい、車ですね、はい、はい、こちらの色は前もこの色ですか。これミネラルホワイトで、はい、一つ前はアルピン、あ、はい、その前もアルピンで、はい、その前がミネラルホワイト、はい、ちょっと色を変えてみます。はい、まあ、ソリッド、最初はソリッド派だったんですけど、はい、やっぱりミネラルホワイトの方がいいなってことで、落ち着いててオシャレですよね。そうですね、探してもらいました、はい、はい、BMW の気に入ってるところを教えてください。気に入ってるところ、はい、はい、
甘すぎないところ。甘すぎないところ。甘すぎず、はいはい、あの辛すぎずと言いますか、はい、ね、あまり可愛らしすぎちゃっても困るし、あまりいかつすぎても困るんですけど、はい、よくよく考えたらその辺かなと思うんですよ、はい。それはデザインなのか、その走りのコーナーなのか。おそらく両方、はい、はい、両方だと思います。ちょうどいい感じなんですね。そうですね、はい。ありがとうございます。はい、BMWの不満ありますか？不満、やっぱりどんな車もそうなんでしょうけど、どんどん大きくなっちゃなりすぎてる感じと、あとは、はい、まあ、これもしょうがないのかもしれないけど、あまりいらない機能がどんどんくっついてる。いらないと言うべきなのか、はい、使い切れてないと言うべきなのか、はい。ちなみに電動系、電動とか自動でできるパーキング機能とかって使ったりしますか？使わないです。使わないですか？はい。使えないって言った方がいいのか。まあまあ、はい、今後 BMW のメーカー組合ディーラーに求めるものは何でしょうか？そうですね、これからもあの、はい、安全で楽しい、はい、かっこいい車を、はい、あの私たちユーザーに提供していただきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ではこちらで以上になります、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。すいません、 ありがとうございます。はい。